1 6 0にトーマス・ハリオットは、イギリスの天文学者、先生術師、数学者である。数学、天文学に先駆的な業績を挙げたが、著書を残すことが少なく、後世に大きな名声を残すことはなかった。オックスフォード大学に学び、エリザベス一世の長身で探検家のオルター・ローリーと親しくなり、天文学の知識を探検公開のための公開技術に生かした。 ハリオット自身も少なくとも一度は新世界探検に加わり、1588年にバージニアの住民などについて記録を残した。数学史においては、戦争に休憩の砲弾を最も多く詰める方法に最初に取り組んだ数学者として知られる。また、メルカトル図法の数学的定式化にも携わった。ローリーが投獄された後、新しいパトロンとして、 ヘンリー・パーシーのために働いたが、1605年、火薬陰謀事件のためにパーシーと共に一般は、投獄されるがすぐに釈放されるという経験をした。1607年に、後に、ハレー彗星と呼ばれる彗星の出現によって、天文学に対する興味を持った。望遠鏡を用いて、観測を行った初期の天文学者の一人であり、太陽黒点を発見した一人である。 さらにガリレオよりも早い1609年に望遠鏡を使った月面のスケッチを残した。これらの業績は1786年にフランツ本、ザハがハリオットの原稿を調べ再発見された。ハリオットの月面図が出版されたのは1965年であった。没後の1631年に唯一の著書である幾何学に関する。 アルテス・アナリティッキー・プラクシスが出版された。ありがとうございます。